こんばんばは今日もご苦労様でししした話話題の出来事についてお話ししますアフガニスタンで先月30日来年以降もアメリカ軍の駐留を可能にする安全保障協定の調印式が行われましたアフガニスタンの首都カブールで開かれた調印式には前日就任したばかりのガニ新大統領も出席しましたアメリカ軍は今年いっぱいで戦闘任務を終えますがこの協定により 来年以降も駐留することが認められ、アメリカ軍は来年初めの段階で約9800人が駐留し、チアニジやアフガン軍の訓練に当たりながら徐々に人員を減らして2016年末の撤退を目指します。オバマ大統領は、アフガニスタンの新政府が我々を引き続き支持するものだ、と、協定を歓迎する声明を発表しました。しかし、 ガニ大統領の就任式当日にもカブールの国際空港近くで反政府勢力タリバンによると見られる自爆テロが起きるなど治安が回復できるかは依然不透明な状態です以上日本テレビの記事から今日の話題についてお伝えしましたこれからも続けて話題の出来事を視聴したいと思われればチャンネル登録なされると便利ですまた明日午後7時にお会いいたしますお元気で